おっしゃー、来た。おっしゃ、いいサイズ。ちょい強くないか、こいつ。よいしょ。皆様、おはようございます。時刻はまだ朝の6時ですね。今日は久々にですね、この橋の下へやってきましたが、これで今ど満潮、水位は低いんですけど、まあ魚はいるかいないかちょっとわからないですね。ちょっと投げてみます。今回用意したのがバンキッシュとこの竿、20年前ぐらいのエクセージ XP っていう、まあ、バス用のロッドですね。かなり古いんでね、折らないように気をつけながらちょっとやっていこうと思います。まずは小さなルアーを。投げてみます。折らんか。逆に水位が低いからいいとも考えれるね。止めの反応はなし。小さなシーバスかチヌが隠れて見てくれたらいいんですけど、追っかけるっていうのはないですね。魚が追いかけてくる感じはない。魚が追いかけてこんね。まだコシーバスちゃん入ってきてないんかな。ルアー変えても意味ないかな、これ。有形シャットワームですね。あ、重い。この竿の限界じゃあ、これ重いぞ。いい動きするんですけどね、このルアー。ただ問題は魚がいないと。さて、ポイントを移動してきました。ちょっとロッドも変えてやってみます。これブレニアスですね。今さっきの竿よりもパワーはあると。ルアーは今さっきと一緒ですね。有形シャットワーム。いるかな？シーバスがいれば。ああ、いるね。いるわ。追いかけてきた。そこおる。食うかな？あ、これ。釣れるね。結構遊んでくれそう。かかれ。シーバスはいる。でもちっちゃい。おっしゃー、食ったねー。はっ、おっしゃー。有形シャットワームを食ってくるな。うわ、キャッチ。大きくはないと、そんなに。外れた。
車、 UK シャットワンベ40ないぐらいですね。いや面白い。もうちょっと大きいの欲しいですけどね。 UK シャットアームこれいいと思ったやっぱり。これ動きがね、ローリングしてるというかいいですね。もうちょっと奥を狙ってみます。さすがに今1匹釣った後すぐは食ってこんかな。追っては来ないね。おっしゃ食った。おっしゃいいサイズ。ちょい強くないかこいつ。そこそこか。ドラグオンいいじゃんこれ。バンキッシュ、おーそこそこでかいし、そこそこでかい。おっしゃ取りたいねこれは。60あるよこれ。いいね、こんなんがおるんかここへ。おっとー、おー取れねえよこれ。浅いところへ持っていって、おっでかいじゃんこれ。でかい。おお。結構でかくないかこれ。おお。いいサイズ。UK シャットアームに貫通してないけど、ちょっとかかっとったって感じだね。おお。成虫が、おお落ちた。ごめんね。お、直接触ったら危ないんでね。65ぐらいありますね。成虫がついてるんでちょっと取ってあげましょう。硬っ。成虫は取れました。ここでこんないいサイズが出ると思わんかったですね。うう、はい、バイバイ。いいね、グッドサイズ。いいのが1本取れました。次またもう1個出るかな、同じぐらいのが。今さっきはここ、その前はそこと。じゃあちょっとあっちを狙ってみようかなと。出るかな。さすがにこんな狭いところでルアー投げまくってたらいつか来なくなるでしょうね。あ、追いかけてこんな。
壁際、おっしゃ、来た、おっしゃ、壁際、おお、サイズは今さっきよりは小さいけどもいいじゃん、面白い、引くね、寄せれんけどこっから、よっしゃー、おい、ゲット、よっしゃー、壁際についてましたね、50あるかないか、有形シャットワーム丸のみですね。これ、おお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 お、逃げた逃げた逃げた、有形シャットアームですね、かなり動きもいいし釣れるだろうこれ、やっぱりこのバイブレーションみたいな感じの、もう一回壁際、今さっきかかった瞬間根がかりしたんかと思った、かないですね、もうさすがに釣れんかな、もうちょっと奥へ狙って、おっしゃー、あれ何今の根がかりか、さすがにもう相手にされてない感が半端ないんで、そろそろやめようかなと思います。まあ本当朝6時に起きて今7時19分ですけど、1時間でそこそこいいサイズが3、1匹かな釣れたんで、まあいいとしましょう、しゃ